ラインがもう大きいんがあったらもうズバッてしゃあない。別の車がいないから、えらいめっちゃスムーズに流れてまんがな。いつも本詰まるくせに、はしてから、お前スマを置いて肌触っとる。ここしかなかったからな、コーナーは。大昔新芽が出てきました。アンドの富本健吉さんの記念館の中にも御意向が一本あったはずです。ないなあ。ここがみんな御意向に見えてきた俺。
歩きやんだあかん。また来るからなおかん。ここに前ミラーって言うけどもな、光が神社法隆寺の五重の塔、生の昼食で儲かったらしいね。法隆寺の五重の塔ですよ。
び餅の時期やね。今11時55分です。JR 法隆寺駅です。